みんなの期待を裏切らないで。次誰かコンタクトを引き継ぎました。コンプレートにプリペアード。私はバッハジ喧嘩準備。イナスバッハッヘイは機能なり。みんなの期待を裏切らない。私の選んだ道。兵は機能なり。ありがとう。心配しないで。すぐに終わるから。甘いアレイジを執行します。コンプレートリープリペアード。反応検査一掃しましょう。重装ウサギに任せましょう。
みんなの期待を裏切らない。目標はこの先にいるの。これは私の選んだ道。兵は機能アナイアレーションを実行します。コンプレートリープリペアード。私の番。完全ロックオン。ファイナルセンス。キューブス終焉。一撃一発を当たる。火力維持。コンプレートリープリペアード。私の番。変化準備。気が強がる。残念。いらっしゃい。中悪を断ち切る。ティアナ攻撃準備。心配しないで、すぐに終わる。リリーチャージ。コンプレートリープリペアード。私の番。火力全開。ファイヤー。ここが私のホームグラウンド。ハッフッハッセイ。猫ちゃん。ブローニャはみんなを未来に連れて行きます。みんなの期待を裏切らないで。これは私の選んだ道。兵は急アナイアレーションを実行します。コンプレートリープリペア。キアナ安全装置解除します。私の番。そろそろ本気を出すよ。行きましょう。兵は機能なり。来なさい。終圧を断ち切る。ありがとう。ファイナルセンス。Thank you.
みんなの期待を裏切らない。隙だらけね。フォークアサルト火力維持、服装再構築、手動操作開始。コンプレートリープリペアード。みんなの期待を裏切らない。兵は機動。コンタクト位置につきました。コンプレートリープリペアード。そろそろ本気を出すよ。変化準備。行きまよ。はっ、隙だらけね。ふっ、逃がさない。先陣一進。ないわ。でも一応いい兆しってことよね。融合と何らかの関係があるかどうかは分からないけど。ゼール？どうして？すごく時間が過ぎてる気がしたから、ゼーレが体に戻った方がいいんじゃないかなって心配して。まだ大丈夫よ。そっちはどう？理性を失った紳士がたくさんいたけど、もう解決したよ。
それは良かったわ。こっちの要件を終わらせたら、私もできるだけ早く向かうわね。そんなに時間はかからないと思うし。みんなの期待を裏切らないわ。今日はこの先にいるのね。兵は機能なり。ありがとう。そろそろ本気を出すわ。この一撃はかなり痛いわ。を刺さると火力維持。コンプレートリープリペアード。私の番。
みんなの期待を裏切らない。目標はこの先にいるのね。しばらくボーアサルト火力維持コンプレートリープリペアード。キアナ準備変化準備が進まない。 K は機能がいい。逃がさない。集約を断ち切る。みんなの期待を裏切らないわ。湧いてくる。兵は危機。甘いアレンジを執行します。コンプレートリープリペアード。私の番。完全ロックオン。アタック1フッ。
置に着きました。安全装置解除します。ふっ、悪い、受けるがいい。こんな簡単なクエストに私を呼びたくなかった？失った紳士を探してたんだけど、パッと見て当てもなく歩き回る紳士たちは実はあるエリアを避けて行動してたの。だから何も起きてなかったってわけね。待って。うん、ゼレが仕方なくここに残って、私があの紳士たちを追ってあちこち行ってたでしょ。だから私たちが何かに気づかないように紳士たちは自らおとりになったんじゃないかな。つまり私たちはそのおびき出すための罠にはまったってこと？ねえ、そのエリアはどこにあるの？行ってみましょう。みんなの期待を裏切らないで。目標はこの先にいるのね。隙だらけね。アサルト、火力維持、武装再構築、手動装置の開始、反応検査、一掃します。私の番。予備エネルギー起動。コンプレートリープリペア。私の番。完全ロックオン。アタック。位置についた。今よ。K は起動なり。
それが起源の意味よ。みんなの期待を裏切らないで。目標はこの先にいるの。これが私の選んだ道。隙だらけで行こう。アナイアレーション出航しな。コンプレートリープリペアード。予備エネルギー起動。コンプレートリープリペアード。私の番。完全ロックオン。おろす目標は私たちの番。キューブス。さあ。未来の道を一緒に歩きましょう。行かせたくないみたいね。邪魔よ。どきなさい。キャッキャッ。
ってくれる？よっ！これは四季の律者さんの武器？彼女はここで戦ったの？この様子じゃここで惨敗したっていう方が正しいかもしれないわね。むしろ辻褄が合わないわ。こんなに手間をかけさせたのはただ私たちに彼女のサポートをさせないためなの。でも四季の律者さんが惨敗するような相手、この世界ではまだ出会ったことがないと思うよ。それはどうかしら。ゼーレの目の前に。どうしたの？もう一度あいつの名前を呼んでみて。四季の…そうだった。戦いに負けても彼女は意識として実体を残すはずがない。ええ、ゼーレの考えた通りよ。私たちが気を取られてた間に何かがすでに起きてた。でもこれは私たちが説明できることじゃないし、他の人たちを探してみましょう。うん、プロメテウスさんたちにも何か発見があると思う。でも四季の律者さんは。今から心配する必要はないわ。確かに彼女は少し弱いけど、ちゃんとした律者だから。それに比べて律者さん。